お気に入り。ゲストコーナー。今日のゲストコーナーは沢健バンドのパーカッションと旗振り担当の沢健さんです。イエーイ。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。それではですね、今月4月28日土曜日、北運河の夜というイベントで沢健バンドがライブをやります。それの去年のですね、ライブの模様を聞いていただこうかと思います。ゲストボーカルの藤崎亜紀さんの歌で優しく歌って。We
それではここからは沢健バンドの沢健さんと一緒にお話をしていこうと思います。沢健さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、ということで今回ね4月28日に北運河の夜というイベントに沢健バンドが出演するということで、一応これが沢健バンドの最後のライブなんですよね。最後ですで、この今聞いていただきました、このメンバーと同じ、ほとんど同じメンバーということなんですよね。あの去年ですね、はい、あのうちの娘というか、あのそれは夏のことという、はい、ユニットで、もう去年ちょうど1年前ですね、4月の22日だったかな、はい、ゴールドストーンであの解散ライブをさせてもらったんですけど、はい、ほぼ同じメンバーで、でこの歌ってくれてるあの藤崎亜紀さんも今回またゲストで来ていただけるということで、はいはいね、そして、ゲストボーカルとして、私鈴木田美奈も、ね、一曲歌わせていただくということで、いやね、初共演なんですよね。ね、沢健さんと初共演ということで、ずいぶん昔から知ってるような気がするんだけど、ねえ、ね、だって去年、ちょうど1年ぐらい前にこの FM モータルに来てもらったんですよね。去年ね、あの告知で出させてもらいましたね。そうですよね、はい、いやなんかすごいちょうどね1年ですね。なんか別にそういうふうになんかね仕組んだわけでもなく1年ということですけどね、まあ、春のいたずらかなかっこいい感じで春のいたずらかなとか言っちゃってね、はい、いやいやいやね、でも沢健さんも、ずっと音楽をねやってるわけですけど、うん、なんで音楽をやり始めたんですか最初は。これやっぱお決まりの答えを言わないといけないのかなやっぱりね、うん、女の子にモテたいっていうのがもうよくあるそもそもの動機というか動機ね、うん、ねえ、沢健さんの時に流行ってた、アーティストっていうのはどういったアーティストが流行ったの。やっぱキャロルです。キャロル、あね、そういう時代ですね。もうこうヤンキーな悪な、いやもうリーゼントですよ、リーゼント、ね、はい、沢健さんもそんな感じだったんだよね。もちろん僕はパンチです。パンチ怖いから僕は パンチ派で怖いからうん、ねえ、いやいや、その時代を生きた、沢健さんがね、はいはい、今もずっと音楽をやってるということですけども、はいはい、でもね、今回ね沢健バンドメンバーいっぱいいるんですよね。いや今回ね、うん、ちょっと名前覚えられないぐらい多くてなんかすごい人数ですよね。ちょっと待ってね、はい、まあ、フライヤーを見ないとね、ちょっとね、ね、まあ沢健さんは、まあ、パーカッション、はいはい、そして、ボーカルは、娘さんのね、なっちゃん。これ僕が言った方がいいですよね、はい、当然ね、はい、一応あのまずその沢健バンドということで、はい、あのメンバーさんね、はい、ベースの横山俊之さん、はい、もう素晴らしい方ですね、はい、ドラムの清水裕樹さん、はい、あとギターの八重さん、はい、でキーボードにマリさん、はい、でパーカッション、まあ、自分もやりますけどもう一人、はい、まあ、小樽の某小樽のね、はい、某そのまんまだけど、ね、加藤義輝さんという、うん、はい、まあ、こういうメンバーで、はい、あとボーカルがうちの娘ですね、はい、まあ、なっちゃん、夏子ね、はい、それと佐藤純さん、はい、この方普段あのシカゴのコピーバンドの、まあ、STA さんというバンドで、はい、サックス兼ボーカルと。おお、かっこいい。もうすごいですよ、はい、あの英語ペラペラ。おお、そうなんですね。なの期待してます期待かい、はいまあこれがあの一応沢健バンドと、はい、あと、まあ、ギターでもう一人、まあ、一曲だけの参加になりますけど、はい、まあ、田中哲司さんという、はい、まあ、彼もねあの素晴らしいギタリスト、はいはいはい、でこれと同じ数のゲストの方が今回参加されるという、はい、すごいですよね。なんでバンドのメンバーとゲストのメンバーが同じ人数っていうね、どうなってるのかよく分からないですけど、はい、まずあの小樽から、はい、もうすごいですね、世界のマッツです、は
はい、ご存知の方多いと思いますけど、はい、A ちゃんのコピーバンドの Y プロジェクト、ここからの松岡秀吉さん、はい、世界のマッチね、はい、それから千歳からさっき音源ね、はい、で歌っていただいた藤崎亜紀さん、はい、そしてなんとね、なんと小樽の歌姫、そう小樽の歌姫ね、はい、鈴木田美奈と、はい、いや、このボーカルのゲストだけで3人すごいですよね、いるんです、どんだけいろいろ歌うんだみたいな、面白いですよね、うん、これね。そして自分とこに2人でボーカルが5人いると、すごい、で 6曲やるとよく分かんないことになってますね、これね。いや面白い、こうでも見てる方はすごい面白いですよね。でもなんかボーカルがどんどん変わるみたいな、ね、ボーカル変わるしかないですね後に控えてるのであんまり長いはできないという、はい、まあ、このボーカル陣に加えて、はい、今回ね、昨年のその時もまあトランペットにね一人参加してもらいましたけど、はい、今年は本セクションで、おお、いいね、来ますよ、はい、札幌でね活躍されてるファンクバンドで、はい、ファンカホーリックというバンドがあるんですけど、はい、こちらから3人、はい、本セクションが、はい、工藤仁志さん、はい、ちょっとこれは実名は出せません、まゆちゃん、はい、それに前田哲弘君と、はい、3人がサックス、トロンボーン、トランペットと、おやすごい豪華ですよね、うん、これまだいらっしゃる、あまだいるんですね、実はもうまだいる、すごい、まだいらっしゃる、あとこのスペシャルゲストということで、はい、今回のフルートを入る曲1曲やるんですけど、おいいですね、まあ、ヤマハやあちこちで、はい、まあ、先生なさってる、はい、大倉真美子先生、お一曲参加ということで、もうスペシャルゲストですね、すごいですね、総勢16人いやーすごい、全部言えたえらい言えたはず言えたはず言えたはず、うん、今フライヤー見ながら言いましたからね、いやーすごいメンバーですね、うん、本当にね、いや感激ですよこれはねえ、うん、いやーそれをね、まあ、ゴールドストーンで、ゴールドストーンでね、はい、だからまあ本当に人生一度だね、いやー、うん、ねえ素晴らしいステージになるはずですねこれは、うんうんうん、ね、私ね今回初ゴールドストーンでね、歌わせていただくってことなんで、皆さん初めて、ね、初めてです、マジっすか、はい、ちょっと楽しみですよいやなんでねぜひね、うんうんうん、小樽の皆様もね、札幌の皆様もよかったらね、夜何時でしたっけね出演は、一応まあ9時前後ぐらいになるかと思います、はい、はい、なのでまあね、その前にもたくさんの ね、バンドが出てますのでね、うん、よかったらね足をね運んでいただければと思います、はい、いや楽しみですね、今週末ですからね、土曜日ね、これから足上げていかないといけない、そうですねまあそんな感じですけどそんなねちょっと裏事情はあんまり言えないですけど、はい、裏事情ねあれですけども、まあでもね土曜日ということでね、もしお時間ある方いましたらぜひねゴールドストーンへね、早い時間か何時からですかね、オープンは3時、オープンは3時です、3時、はい、早いですね、なのでいろんなバンドがいますのでね、うん、楽しめるんじゃないかと思います、そして私もね、1曲歌います、ちょっとねなんか久しぶりの大きなね、うん、ステージということでドキドキしておりますけどもね、よろしくお願いしますね、うん、28日はね、はい、なんかねいつものみなちゃんとは違う、そう多分みなちゃんを、私が選曲絶対多分しない曲ですね、うん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 、をまあ佐賢さんからこの曲というふうに言われてね、うんうんうん、ちょっとそれも私的にはすごい初の試みでね、面白いなと思ってますけれども、よかったらねこのラジオを聞いて急に来てもいいですよ、ね、夜9時ぐらいに来てくれればね、見れますから、ちょうどいいですね、ね、ちょうどいいですよね、はい、なのでね、よければ皆様遊びに来ていただければと思います、佐藤健さん今日はねなんかお疲れのところありがとうございますいつも疲れてますよ、ちょっと人生に疲れ始めてますからねね、ちょっとお疲れのとこすいませんでした、いやいやね、またぜひね、私の番組に遊びに来ていただければと思います、はい、ありがとうございます、今日のゲストはサワケンバンドのパーカッションと旗振り担当のサワケンさんでしたありがとうございました、ありがとうございました。歴史を感じる北運河に浮かぶ2隻の船、カモメの声を BGM に温かいコーヒーを楽しむ癒しのカフェ、
船上ライブでくつろぎのお時間を。北運河ボートカフェ橋家。北運河にありますボートカフェ橋家、今は土日営業をしておりますが、なんとゴールデンウィークは毎日営業ということですのでね、皆様ぜひ、ね、コーヒーを飲みに足を運んでいただけたらと思います。毎日営業ですよ。